こんばんは、今日は3月の5日ん5日、ただいま時間は10時45分です。今日は今仕事、店が終わりまして、朝からちょっとバイクを店の方に持ってきて、夜走るつもりで、今店を出ました。昨日がですね、定休日で月曜日休みだったんですけど、もう一日雨で、もう全然バイクに触れもせず、で、やっぱり、ちょうど先週ですか、2年目の点検出して、リアタイヤも新しいのに変えて、で、まあいろいろね、プラグとかバッテリーとかも変えたんですけど、やっぱり乗りたいじゃないですか。で、点検終わってさあと思ったら休みが雨でね、ほんでもうどうしようもなく今日今乗ってるんですけど、前回ちょっと、言ったアクセルのこの遊び、これがねすごく今いい感じなんですよ。すごいいい感じで、それで、そしたら私の動画を見て、なんでしょうけど、僕のよく見させてもらってる腰痛ライダーさんが、まあ、動画その後撮ってくれましてね、でそのアクセルの遊びの調整とか、それからブレーキ、それからクラッチの調整、それからハンドルの高さ、こういうのは必ずバイクを買ったらそれぞれ調整するっていう動画を見ましてね、それで私のその苦手な低速小旋回にちょっとまあ結びつくと思うんですけど、ハンクラがやっぱりね上手に使えないっていうのがあるんですよね。それで、その腰痛ライダーさんも言ってたんですけど、その僕も3本指だったりとか、まあこの中指だけで結構かけちゃったりするんですけど、でその時にこの人差し指がクラッチレバーに挟まって痛いところがクラッチが切れてるところで、そこからちょっと離れたらもう半クラっていうね、その感覚をその位置で合わせると、半クラがスッとやりやすいっていう動画を上げていたので、でちょっとその調整もね今してみようかなと思って、クラッチレバーをちょっと段階をこう、一番ね私手がでかいんですよ。で一番広くしてあったんですけど、今2つ3つちょっと短、こう近い方にね今変えてみたんですけど、あちょうど信号変わったからもう1個変えてみっかな。まあそんなんでね、ちょっといろいろやりたいことがあったんで今日こんな夜走ってんですけど、もうね結構疲れてるんですよ仕事で。だから早く家帰って飯食って風呂入りたいんですけど、もう一個ちょっと詰めてみかなんですけどね、やっぱり乗っちゃうとなんか帰りたくなくなっちゃうんですよね。まあそんなんでちょっと今この調整をしてますということなんですけど、それであと最近まあ YouTube もそうなんですが、Facebook とそれから Instagram にもたまにちょっと上げたりしてるんですけど、 Instagram の方でまあ私の動画も見てくれてて、インスタも見てくれてる方で、CB1100 乗ってる方がまあいらっしゃって、でこの間ね、先週の土曜日ですか、店の前にね青いタンクの CB1100 が止まったんですよ。で知り合いに青いタンクの CB1100 いないし、あれ誰でも絶対ね店の前止めてるからうちに来るお客さんだけど、一人でね、で誰だろうと思ってまあ入ってきて、たまたまちょっと土曜日忙しかったもんで、何もこう話もできずに、もうカウンターに座られたんですけど、ちょっと私から離れたところだったもんで、
でちょっとオーダーのね合間を見て、もうちょろっと言って、あの1100ですよねっていう話をちょろっとこう一言声かけたら、いつもインスタグラムでね、もうお互いフォローし合ってるんですけど、インスタって本名とかじゃないじゃないですか。であんまりわけわかんないんでね、でコメントを入れてるもんですけどって言われて、それで分かって、それでこの青いタンクの CB 見たことあるんだと思ってね。それでもうほとんど話もできずに忙しくて、でもう気遣っていただいて、まあ黙って、その多分私がちょっと手焼くの待っててくれたんじゃないかなと思うんですけど、そういう時に限ってね、飲食店ってあるあるでね、普段そうでもないのに次から次へとお客さん来たりするんですよ。それでもうちょっとオーダー切れた時にね、あすいません、なんかちょっとバタバタしちゃっててって言ったら、大丈夫ですよ、私も同業ですからって言うんでね、同業なんだと思ってね。やっぱりね、同業者って聞くとね、より一層親近感が湧くんですよね。で年も大体似たような年だなって感じだったし、でまあ結局オーダーも切れずに、その方もなんていうのかな、席を開けなきゃっていう多分気持ちもあったと思うんですよ。でもう会見に立たれたんでね、でもう私ちょっと会見の方行って、ですいません今日はっていうお話したら、いや大丈夫です、もう商売繁盛でいいですねなんて言ってくれてね。でそしたらね、中華料理屋さんなんですよね。でどこから来たんですかって言ったらね、横浜新横浜の方から来ましたって言うんで、わざわざね新横浜から、要するにYouTube 見たり、そのインスタグラム見てた人が、まあたまたま飲食店やってたからって、でちょっと今日用事がなくなってね、時間が空いたんで、コメントでやり取りするんだったら直接会いに行っちゃおうって思ってって言ってね、会いに来てくれたんですよ。でもとにかくとりあえずその携帯のね、LINE の交換だけパパッとして、でまた私の方も行きますからということで、その日はね、まあ、そのまま私ももう店の方がバッタバタでしたので、まあそんなことが土曜日ありまして、でその方はまあ、中華料理屋さんなんですけど、土曜日が定休日らしくてね、で私が月曜日なので、まあなかなか横浜の方ってまだバイクで行ったことないんですけど、一度ね必ず食べに行こうかなと思ってます。でやっぱり他の元ブロガーさんとか、そのYouTube を見てくれてる人でうちのお店に結構何人か最近来てくれて、またうちの常連さんでね、そうやって実はバイク乗ってんですよっていう人もね2人ぐらいいたり、まあ最近ちょっと楽しいんですけど、まあね、そんなんで本当に何だろうな、たまたま僕が店をやってるからね、そうやって分かりやすくて来てくれるわけで、お店なんかやってなければね、それはただのそのなんていうんですかね、まあよく言う YouTube であんまり好きな言葉じゃないんですけど、僕は視聴者さんとかってよく言うけど、そういう感じだったらなかなか会ったりもできないじゃないですか。でもこっちもほらそのいろいろ見てるね元ブロガーさんとやっぱりね何回かやり取りするとちょっと会いたいなって思うんでね、そういう意味じゃうちみたいに店やってるところはまあ来やすいんでしょうし、またやっぱりバイク乗る方のなんていうの、目的地は何でもいい的なものもあるじゃないですか。そのバイク乗るための理由だけなんでね、どこどこに行くっていうその目的地が何だって、それはもういいみたいなね。だからね、まあ本当にお店はあんまり繁盛してませんけども青色吐息なんですが、まあ個人的にはすごく最近楽しんでますね。でそのまあ横浜の方の話つながりなんですけど、
僕ほらこの間の動画でね、結構ほら昔の井上陽水だとか聞いてたっていう話を喋ってましたら、その方がねインスタグラムで、やっぱりね、その方はね、40年生まれですね、昭和、僕より3つ下なんですけど、風が好きだったと。でも風も懐かしいんですよね。僕も中学の時聞いてて、かぐや姫から風になってね、で松陽が好きで、その方はささやかなこの人生と君たるいた青春が好きだって言ってましたけど、もうなんか題名聞いたら懐かしくてね、なんていうの、題名聞いただけでこうやっぱり昔もう聞きまくってた曲っていうのはもう前奏から曲までこう全部覚えてるんですよね、歌詞もね。で最近なんかね、それで仕込みしててもね、頭の中でね風の音楽がもうくる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 回ってる感じなんですけど、やっぱりあの当時はフォーク全盛の頃なのかな、フォークからニューミュージックですかね。それでテレビではやっぱり桃江ちゃんとかね、私の好きなそういう人たち、アイドル系も出てきて、でもそのテレビとは違うところでやっぱラジオなんですよね、昔は。で僕ね、中学の時にね、知ってる人いますかね、11時から10時だと思うんだな、風工事のタムタムタイムっていうのやってて、でもう11時になると、だから僕は自分の部屋に行くんですね。で部屋に昔はテレビなんかない、ラジオしかないんで、でタムタムタイム聞いて、その後ね、葵くんと佐藤くんっていうね、葵照彦と佐藤君彦だったかなっていう2人のそのトーク番組が10分ぐらいあるんですよ。でそれが終わると11時半からね、大石五郎のコッキーポップっていう、まあ歌謡番組ですね。それで結構いろんな曲聴いたりして、でその後なんかってちょっと記憶ないんだけど、それで1時からは各局ね、深夜番組、セイヤングだとかオールナイトニッポンだとかね、もう僕はもう谷村新司のオール、セイヤングか、あれが大好きで、バンバンとね、バンバヒロフミと、天才秀才バカシリーズっていう、なんかハガキ読むコーナーがあって、それが好きでね、もう中学生なのに、あれ確か水曜の夜だけど、もう木曜日はもう寝不足ですよ、学校行って。そんな記憶もいろいろとこう、蘇ってきてね、なんかすごい懐かしくなっちゃいましたね。でギターもそれで覚えて、でその当時ね、谷村新司がねコマーシャルやってたんですよ。モーリス持てばスーパースターも夢じゃないっていうね、キャッチフレーズで、モーリスギターので、ね、わけもわからずモーリスを買っちゃったんですよね。今思えばね、なんでヤマハ買わなかったのかなと思うんですけど、でもねそのギターも家にまだありますし、たまには出して弾いてみようかななんて思ったりもするんですけど、まあ、そんな今日は取り留めのない話で申し訳ないですが、まあそんなところで、なんとなく動画を撮ってみましたっていうことです。でやっぱりちょっといい感じですね、やっぱりこの人差し指をこう、なんていうの、押さえて、ここでこの人差し指のこの挟み具合でのこの半回の調整っていうのはやっぱりなんかいいですね。ちょっと次乗るときにこれでいろいろ試してみたいと思います。四つライダーさん、ありがとうございます。もう本当にもう、あ、なるほどって思いました、動画見てて。よし、大丈夫か、サイド出した、サイド出した、ちょっと疲れてるから。はい、そんなわけで今日のところはこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。